皆さんこんにちは。日本デビューを控えたニュージーンズですが、現在大きな騒動に巻き込まれています。ニュージーンズ所属のアドアの代表であるミンヒジンと親会社ハイブとの間でのトラブルにより、ニュージーンズの解散が噂されているそうですが、ファンとしてはニュージーンズの解散だけは避けてほしいところですよね。今回はミンヒジンへの反応やニュージーンズ解散の可能性と今後どうなるのか、騒動によるニュージーンズへの影響などについてご紹介していきます。先月25日午後、ソウルソチョグの韓国カンファレンスセンター大講堂でミンヒジンの緊急記者会見が行われました。ハイブはニュージーンズが所属するアドア代表のミンヒジンが経営権の奪取を試みたとして問題を提起し、ミンヒジンがこれに反論したことで大きな話題を集めていました。ハイブはアドア理事陣に株主総会招集を求めてミンヒジンの辞任を要求する書簡も発送しましたが、ミンヒジンはアイリットのニュージーンズコピー自体に対する問題提起後に解任を通報されたとし、これに反発しています。そんな中、メンバーのミンジが公式スケジュールを消化していました。ミンジは4月23日午後、ソウルソンドングにあるショップで開かれたファッションブランド行事に出席。この時はレザー素材のブラウスとハーフパンツのファッションで登場したミンジは、フォトウォールでフォーハートなどのポーズを取りましたが、ミンジは概して素っ気のない無表情な顔で行事に参加していました。車から降りてフォトウォールを終えるまで明るい笑顔を見せることはありませんでした。ニュージーンズのファンはミンヒジンに否定的なようで、24日にニュージーンズの一部のファンはソウルヨンサングのハイブ社屋前でトラックデモを行い、ミンヒジンを糾弾していました。トラックに乗せられたパネルビジョンには、バニーズはハイブ所属のニュージーンズを支持する、ミンヒジンはこれ以上ニュージーンズを利用するな、ミンヒジンは他のアーティストの誹謗を直ちにやめろ等のメッセージが出され、ニュージーンズが盾にされる状況に対して憂慮の思いを表していました。この問題で一番懸念されているのが、ファンも心配するようにニュージーンズの活動への影響です。なぜならニュージーンズは5月24日と6月21日にそれぞれ韓国と日本でダブルシングルを発売し、6月26、27日に東京ドームでファンミーティングを開催する計画になっているのです。なぜこの重要なタイミングでハイブはニュージーンズの所属事務所を潰すと言ってもいい監査を行ったのかという疑問の声もあります。実際今回の騒動が報じられると、ハイブの株価が 7% 以上暴落しました。ですが仮にこの問題が長引いてニュージーンズの今後の活動に支障が出てきても、ハイブにとってビジネス的には大きな障害とはならないという声もあるようです。 NH 投資証券のイファジョン研究員は、2023年のハイブへのアドアの営業利益寄与はニュージーンズの2つのアルバム発売に伴うアルバム及び音源で売上高の 11%、 2024年の当社推定ではアドアの営業利益寄与度はニュージーンズの3つのアルバム及び日本での東京ドーム公演を勘案して 14% だと分析しています。また下半期ニュージーンズの活動が中断されるとしても、実質的には一つのアルバム発売のキャンセルにとどまるとみられ、ハイブの今年実績に対する影響は 10% 未満だろうと説明しており、さらにこうした懸念点はすでに株価に反映された状態だと語りました。その理由として同研究員は、ハイブ傘下の他のレーベル所属アーティストである BTS、SEVENTEEN、TOMORROW BY TOGETHER、LESSERAFIM、アイリット、TWAS などに言及し、ハイブは効率的なコンテンツ制作力及び新人開発力を備えており、一つのレーベルへの依存度が高くないと話しています。今回の騒動に対して、早期に円満に解消されるのが一番良いが、もしそうでない状況になっても、ハイブの中長期成長力への影響は限定的だろうと見通しているようです。ニュージーンズ、そしてミンヒジンを失ったとしても、ハイブにとっては
さほど大きな痛手にはならないということのようです。ですが結論から言えば、ニュージーンズ解散の可能性は低いと思われます。4月25日の時点では、解散についての公式的な発表はなく、ニュージーンズメンバーはカムバに向けた活動を行っているようです。また、ハイブはカムバのために最善を尽くす計画のようです。ですが、この騒動が収まるまでは、解散の可能性がゼロとは言えないのかもしれません。ハイブがアドア代表のミンヒジンに対して代表の辞任を要求していると報じられていますが、ミンヒジンはニュージーンズのプロデューサーのため、ミンヒジンが辞任した場合にニュージーンズへの影響としてどのようなものがあるのか気になるところです。ミンヒジンのプロデュースが大成功して世界的に有名になったニュージーンズですが、ミンヒジンがアドア代表を辞任した場合、プロデュースもしなくなることが考えられます。ニュージーンズそのものは継続して活動できるとしても、別のプロデューサーがつけばグループの方向性が変わることも考えられます。ミンヒジンのプロデュースは新曲リリースのたびにポジティブネガティブな反応が多くありました。中にはニュージーンズに対して気持ち悪い、怖いという声もありましたが、ミュージックビデオ考察がネット上で盛り上がるほど毎回話題になっていたのは間違いありません。ミンヒジン独特の世界観がニュージーンズの特色の一つなのは事実ですが、プロデューサーの交代によってグループの色、方向性が変わってしまうとすれば、ファンとしては少し寂しくなるのは当然でしょう。ミンヒジンがアドアの代表を辞任した場合、ニュージーンズがハイブ傘下の別の事務所に移籍する可能性もあるのかもしれません。また、ミンヒジンが新たに事務所を立ち上げるとすれば、その事務所にニュージーンズメンバーが移籍する可能性もゼロではありません。ハイブやミンヒジンとは別の事務所への移籍の可能性もゼロではないでしょう。資金力や立場的な面ではハイブが強いと思いますが、ミンヒジンとニュージーンズメンバーの結びつきが強いという声も多いので、事務所移籍があるのかどうかも気になるところです。他にもニュージーンズというグループの名前の商標権はアドアにあるようです。ニュージーンズがアドア所属のまま活動を継続するのなら、今後もグループ名を使えそうですが、もし他の事務所に所属することになるとすれば、ニュージーンズというグループの名前を使えなくなる可能性もあるようです。実際、日本の芸能界でも事務所を退所したことで、芸名を変更しなければならなくなった例もありました。商標権が全てではないようですが、ファンとしてはニュージーンズというグループ名に愛着を持っている人が多いと思います。何よりメンバーたちが一番愛着を持っている名前だと思うので、ニュージーンズとしての活動を継続できるように祈るばかりです。また移籍することになった場合、これまでの楽曲を使用できなくなる可能性もあります。ニュージーンズには有名な曲がたくさんあり、ビルボードジャパンの総合ソングチャート、HOT100 でディトが26位にチャートインするなど、大きな話題になった曲もあります。ニュージーンズは2024年に日本デビュー、さらに2025年にワールドツアーを予定しているといい、これらの楽曲が今後使えない場合、かなりの痛手となるでしょう。ファンとしては、ミンヒジンとハイブが和解して、ニュージーンズがアドア所属のまま活動を継続してくれるのを期待したいところですね。ニュージーンズの解散は避けてほしいところですが、一番はニュージーンズメンバーが安心して活動できる状態になることが望ましいです。ついにニュージーンズの母とも呼ばれてきたミンヒジンが告発されるような状況となりましたが、今回の騒動は果たして今後どういう展開になるのでしょうか。多くのファンの不安が続く中、メンバーのミンジは自身の誕生日の前日である5月6日午後、ファンコミュニケーションアプリフォーニングを通じてバニーズとコミュニケーションしました。久しぶりに聞くミンジの声にファンたちは涙が出そうとコメントし、これに対してミンジは、声を聞いて泣くんですか？それってどういうことですか？泣かないでください。会いたくて泣いたんですか？泣かないで。皆さん、いいことばかりあるはずなのに、そうでしょう。と言って笑顔を見せました。アドアとハイブとの対立が始まった後、
一番最初にファンに近況を伝えたのはハニで、ハニは3日、ニュージーンズの公式アカウントに、ミッシングマイスイートリルバニーズ、私の可愛いバニーズが恋しい、というコメントとともに4枚の写真を投稿していました。それから4日にはヘリンが近況ショットを、5日にダニエルが、そばにいてくれてありがとう、という書き込みとともに、写真を投稿していました。そして7日、ニュージーンズはインスタグラムを更新。ミンジの20歳の誕生日を祝う集合写真が公開され、多くのファンから祝福コメントが集まりました。投稿された写真の中央でバースデーケーキを持つミンジ。少し見えづらいものの、ケーキには4羽のウサギがあしらわれており、3羽はハンマー、1羽はソフトクリームを持っているように見えます。キャプションには、ハッピーミンジデー。韓国語で、ミンジの20代を貴重なバニーズとスタート、と書かれており、ミンジの20代のスタートを、ファンと共に祝福できることの喜びを伝えています。この投稿にファンからは、ミンジちゃん、20歳のお誕生日おめでとう。これからの活躍も期待してるよ。新しい年代のスタートを応援しています。ミンジのさらなる成功を願っています。毎年、ミンジの誕生日は特別な日になっているね。今年も楽しい1年になりますように。といった祝福の声が寄せられています。先月24日のミンヒジンの記者会見中にも、ミンジは子供の頃めちゃくちゃ可愛かった。今よりももっと、もっともっと可愛かったから、とし、ミンジを見た瞬間何かができるという、確信を持ったことを語っていましたが、これに対してオンラインコミュニティには、ミンジの子供の頃の写真に、改めて目が向けられ、連日話題を集めているようです。2019年、ハイブグローバル募集映像に登場したミンジの姿は、大きな反響を呼んでおり、今よりもあどけないミンジの姿が視線を引きつけます。多くの人は、擦れていない感じだ。デビューの時、一番目についたのはミンジだ。清純な感じなどの反応を寄せています。ニュージーンズが多くのファンに愛されていることが伝わってきますね。ニュージーンズの日本ライブは6月26日、27日に東京ドームで予定されています。現在の騒動で日本ライブがどうなるのか、不安な方も多いのではないでしょうか。ニュージーンズの日本ライブチケットはすでに販売がスタートしており、今回のライブチケット申し込みのためにファンクラブに入った人も多かったでしょう。現時点では日本ライブ開催の中止や延期についての公式的な発表はありません。しかし、前述したようにニュージーンズのグループとしての方向性が変わった場合や、解散がある場合は日本ライブが延期や、最悪中止になる可能性もゼロではないかもしれません。延期になるとしても、会場が会場だけに、次の日程を抑えるのも難しそうです。すでに決まっていることとして、ハイブはアドアに理事会招集を要求しており、理事会は30日に開催予定で、ハイブがアドアの持ち分を 80% を持っているだけに、ミン・ヒジンの解任を要求するものとみられています。ただ、アドア理事陣の大半が、ミン・ヒジンの側近によって占められているだけに、彼らが欠席して理事会自体が成立しない可能性も高く、その場合、ハイブは裁判所に株主総会招集を申請して、裁判所の決定によって、臨時株主総会招集が進められる可能性も高いそうです。また、その場合は、2ヶ月ほどの時間がかかると見られています。ニュージーンズの日本ライブが、無事に行われることを祈るばかりですね。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると、嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。